企業の貯金に当たる内部留保、これも過去最高と言われている。そういった中で皆さんの会社で周りで過去最高に儲かっている人がどれだけいるんでしょうか。もう一度所得を再配分して、若い人がわざわざ東京まで行かなくてもこの小千谷で生活できるような国作ろうじゃないかと、この声を届ける与党へのパイプを残してほしいと。そのために皆さんどうぞお力をお貸しください。よろしくお願いします。小千谷、もう一つね、農業も重要なんです。コシヒカリ、今年、宇野間コシヒカリ特 A に復帰ができました。もともと美味しいお米なんで去年外れた方が不思議なんですけども、この農業政策一つとってもですね、国全体は農家どうなってるか、これを考えると今の政策で所得が2割3割増えてるんです。特に西日本、今まで業務用米作ってた人が飼料用米に変えましたというと値段が上がってくんです。皆さんの周りどうでしょう。魚沼産コシヒカリ、実は過去5年間で取引価格が下がってるんです。つまり農家所得が下がってる。この声を国政に反映させないといけない。今丸ごとですね、変えることができるかっていうと、今までよりも得してる人たちっていうのが日本全国平均するとそちらの方が多い状況になってます。だから変えようとすると、まさに今まで光が当たっていないところ、こういったところの皆さんの声をしっかり国政に届ける与党へのパイプ、そして制度を変えていくっていうことをしないとですね、我々の次の世代にしっかりとしたふるさとを残すことができない、これを心配しています。今定数1議席になった3年ごとに1つ残っている与党の議席をどうしても皆さん方の生活に直結する形で政策を実現をさせてほしいというふうに思っております。あ、総理到着されたかな。総理ですかね。総理お越しになられました。見えますか、後ろの方。安倍総理到着です。総理ありがとうございます。ぜひ我々の声をですね、安倍総理にも聞いていただいて、そして貴重な参議院自公政権与党の議席をこの新潟からですね、国政に届けていただきたい。皆さんどうぞよろしくお願いいたします。泉谷先生、大変ありがとうございました。ただいま安倍総理が到着いたしました。皆様大きな拍手でお迎えください。そして深田一郎候補もお越しくださいました。大きな拍手でお迎えいただきたいと思います。ありがとうございます。長らくお待たせいたしました。いよいよ本人よりの力強いご挨拶を頂戴いたしたいと思います。参議院議員候補深田一郎、深田一郎よりご挨拶を申し上げます。小千谷の皆さん、こんにちは。本当に大勢の皆様お集まりをいただきまして、激励を賜りますことに心から感謝を申し上げます。深田一郎、負けるな頑張る。本当に大勢の皆様にこうして激励いただき、本当にありがたく思っております。私が選挙戦に入る前に、私の発言により多くの皆様にご心配ご迷惑をおかけをいたしました。高いところから大変に恐縮ではございますが、改めて皆様にお詫びを申し上げる次第であります。誠に申し訳ございませんでした。県内を今一度歩き、どうしてもこの議席守らせていただきたいという思いで3期目に挑戦をさせていただくことになりました。改めまして塚田一郎、よろしくお願いいたします。ここに小千谷の地に行きます。そして皆様の前に立つと長嶋忠義先生のことをいつも思い出します。私は長嶋先生と共にこの間国政でふるさとの声を届けるために
活動してまいりました。自由民主党が野党に転じた厳しい時代、長嶋先生と新潟県選出の国会議員が2人になった時も、共にこのふるさとの自民党をもう一度よみがえらしたい、そしてふるさとを元気にしたい、その思いで取り組んでまいりました。長嶋先生はご承知の通り、15年前中越地震の際に